ね、新年早々ですけれども、アセンドメイト7のですね、LCD ディスプレイですね、これをちょっと今日は交換いたします。これ見た目はですね、こう別に割れもなく綺麗なんですが、実は前の所有者の方が落とした時にですね、中の液晶の方がですね、やられたみたいで、表示がちゃんとされないんですね。ちょっとなんかザーッと変な表示になって、タッチも全く効かない、まあ効かないっていうか、なんか勝手にタッチが済んだりとかいう状況なので、交換します。で、これパーツがですね、これまあ購入した時にですね、注文して、まあ届いた、まあ去年届いたんですけども、ちょっとこれやる時間なくてですね、放置してたんですが、これがまあ部品届きました。これが表面のガラスで、こっちがまあLCD ですね、貼り付けてあるんですけど、こっちの方がダメになったので、両方取っ替えます。まあガラス綺麗なんで、まあこの LCD だけ取り替えるっていうのもあるんですけども、まあそんな高いもんじゃないんで、まあ一緒になってる方がですね、手間も省けますし、失敗も少ないんで、一応セットになってるのを頼みました。まずこれ注意点としてはですね、これが不良品だった場合っていうのはですね、可能性がありますので、まず最初にチェックをした方が良いですね。タオルが、これ購入するときにですね、注意書きで書いてあるんですが、書いてあったんですが、これを届いたら、まずチェックをしてくださいと。まあ大抵ですね、不要品は交換してくれるんですね。ただ、交換する前に、組み込んだ後だと交換しませんよっていうふうに、まあ注意書きで書いてあるんですよ。では、この端末に組み込む前にチェックをしてみて、ダメだったら、交換、返品か、返金かわからないですけども、対応してくれますけども、組み込んだ後に、ダメだっつってもそれは受けませんよっていうことなんですね。まあおそらくそれはまあいいや、細かいことは。まずはこれ抜きます。なので今日はですね、ちょっとまず先にチェックをしてからですね、ちょっとこれを組み込んでいきたいと思います。まずはこのですね、後ろのカバーを外します。このアセンドメイトは割とその LCD が出て非常に交換が簡単なんですね。まあ簡単なんですって言ってやったことないんですけども、チュートリアルのビデオなんか見てもですね、基板を外さないで交換できるので、とてもお手軽にできます。で、コネクタも1個しかないんですね。なんで非常に楽ですね。割と多くの端末はですね、映像の、出力用の端末、コネクターと、あとタッチ用のコネクターがあって、2個コネクターがあるので、コネクター1個だと、まあ、楽で助かりますよね。なかなかこれ最初の、一応説明しますとですね、この、まずですね、これはですね、裏を外すときに、まずこの下の顎の部分ですね、顎の部分をまず外します。で、ここにネジが隠れてますので、まあこれは YouTube で過去の動画に上げてありますので、まあ興味ある方は見てくださいと。で、このですね、黒と銀の隙間にこのピックを入れて開けていきます。これはカパッとはめてあって、でなおかつ両面テープみたいなので止まってるので、うまくいけばパカッと開くんですが、
あんまりこれ分解し前に電源切るためにですね、これ一回あのコネクタ外すためにバラしたんですけども、1、2回しかやってないんで、まだ硬いんですもんね。これ危ないな。まだ硬いんですね、なかなかこのかっちりはまってるんで、うん、あ、今の壊れた音じゃないですよ。今これが入った音ですね、隙間にちゃんと。で、これをこう広げていってあげて、でですね、見えてないかな。これをこう、パカッとこう起こす感じですね。一応こうまんべんなくこう広げていってあげて、パカッと起こす感じでやると、うん、やばい、うまく取れるはずなんですよ。そうしますとですね、まあ、こんな感じでできますので、この下のですね、まず2本のネジを外して、それでこの裏のカバーを取っていくという作業です。あ、そうだ、さっきあのさらっと言っちゃいましたけど、この、なんだっけ、 SIM SD カード、反対か、 SD カードのトレイと、SIM カードのトレイですね、これ2つこうあるんですけども、これをですね、先に抜いておかないと、はめたまま作業するとですね、この蓋を、裏蓋、バックカバー外すときに引っかかってですね、あの壊れちゃいますんで、どっかが破損しちゃうと思うんで、まあ、ここカバーがひん曲がるか、これが無理にこう押されて中の基板がやられちゃうか、まあおそらくまずいこと、まあ、そもそも外れないかもしれないですし、バックカバーが、とりあえずこれは外しておくのは鉄則です。まずこれはこのためにね、端末がダメになったって言ったらちょっとあれなんで、であのドライバーを新調いたしました。以前はですね、こういうあのよくあの修理部品に付属おまけでついてるですね、まあこれもおまけなんですけども、この辺も全部おまけでついてるやつなんですが、というドライバーを、まあ使えるんで使ってたんですけども、ちょっとですね、先のところがですね、あのまあこんなの、まあ本当これだけでも売ってるんですけども、本当まあ下手すると100円とか何十円とか分かんないですけど、その単位で売ってるようなもので、本当おもちゃみたいなものなんで、あのまあ1回ですね、こういうの交換するぐらいだったらいいんですけども、あんまりこう頻繁に使うと、確かね、これ先がねもう潰れちゃってるんだよ、ちょっとな、違うかな、多分先が潰れてるんだと思うんですけど、こうネジを噛みにくくなるんですね。で、あのうまく回さないと舐めちゃったりしてですね、それが原因でネジ山が潰れたりすると、あのもう本当悲しくてシャレにならないので、まあ、作業性も落ちますしね、まあ、そもそも小さいから作業しにくかったんですけども、まあ、あのこういったちゃんとしたドライバーの方がですね、まあ、本当これはご用達の、まあ、安い、これでも安いんですけど、本当、まあ、あのプロの方が使っているようなドライバーでも安く手に入りますので、この方がもうかっちりあの噛みますし、あの作業もしやすくて非常にいいです。ちなみにこれですね、あのドライバー、これあの100均で売ってるドライバーは多分やめた方がいいですね。私今回初めてですね、ちょっとあのドライバーのサイズっていうのをですね、今までまあ大きい小さい、すげえ小さいぐらいの感じで考えたんですけども、あのこのスマホ用のやつが非常にめちゃくちゃ小さいんで、これサイズなんか表記があるのかなと思っていろいろ調べたらですね、あのだいたいあの
100均で売ってるこれ100均で買ったやつなんですけども、これなんかでやっちゃうと多分ネジが、まあ、1回ぐらい外れるかもしれないですけど、やりすぎると絶対ネジがダメになっちゃうと思うんですね。これがですね、主に、まあ、これな、ホームにプラスドライバー使うんですけども、これ、まあ、プラスとマイナスセットで、プラス2本入ってます。まあ、これでも割とちっちゃいんですけども、これがですね、プラスが1番と0番ってなってるんですね。で、0番で、僕は怖いからこれ、試し使ったことないんですけども、0番だと、ちょっと、大きすぎます。要は、100均で売ってるドライバーじゃ、やめた方がいいですよ、っていう話ですね。まあ、中にはそのネットの記事の段階ですね、100均のドライバーでやってください、大丈夫です、あれ使いますからって書いてるのがありますけども、まあ、1回ぐらいはですね、まあ、ネジ山がきっちりしてる時に、新品のドライバーでちゃんとこうね、エッジが立ってる場合は、1回ぐらいはいけるかもしれませんが、多分今いろいろこうやって、いくつか端末をですね、いじったりしたり、同じ端末を何回かこうバラしたりするのがあれば、多分、ネジ山とかやられちゃうんじゃないかなというふうに思います。でちなみにこれは、00番ってやつですね。おそらくこれも一緒かなと思うんですけど、でもこの方が小さく見えるんですけども、先っぽは一緒みたいなんですね。ほぼこれと同じ。あ、これ舐めちゃうな。これだと前はこれで無理やりこうやったんですけども、なんかちっちゃすぎるのかサイズが雑なのかわかんないですけど、あまりぴったりはっきりはまらないんですよ。でこれだとこうカチッとはまるんですね。まあ一応まあこれが00番ってやつで、これはまあ何番か知らないですけど、もしかしたらもっとちっちゃいのかまあわからないですけども、まあいずれにしてもですね、通常の Android 端末をバラすんであれば、まあ、これちょっと前にも別のちょっと全本で使ったんですけども、まあ、ぴっちり全部ネジがうまくはまりましたんで、おそらくまあ普通アンドロイドを分解するときは00番でいいと思います。で、まあこれまあホームセンターで買ったんですけども、まあはっきり言うとこれは一番小さいサイズなので、多分まあ普通に作業、いろんな作業される方、精密な機械を作業される方も多分これが、まあ、一般的な規格で一番小さいドライバーのサイズなんじゃないかなと思うんですけども、もちろん時計とかでああいう、まあ、特殊なものは別としてですね、まあこれも特殊とは特殊なんですけども、まあとりあえずまあよくわかんないんですけど、まあ、とりあえず00番ホームセンター行って00番を買ってください。雑談多いっちゅうね。でまずこれ、あいいな、やっぱ作業性が違いますよ。サクッと入りますね、やっぱこれね。あっ、たぶん残念なことにこのこれは磁気が入ってないんで、やっぱりねベッセルのドライバー、やっぱりねエンジニアの御用達ですからね、やっぱりテンション上がりますよ。よくわかんないですけど。で、2個外します。下のネジ。そして、ここを、さっき顎のとこ外したようにですね、こう、隙間に差し込んで、こう、ガガガッとこう、なんか、適当に広げてって開けます。確かね、こっち側だと確か開きやすかった気がしますね。この、まあ、再度説明しますけれども、このですね、表面の、この LCD とこの銀色のバッカバの隙間にこうじりじり、まあ、ちなみにですね、ここにあんまりそのカッターとかドライバーとか入れてしまうとですね、まず傷つきやすいっていうことと、あとはその中基板が、まあ、この辺はバッテリーですけども、この辺には基板が、まあ、大体まあ基板の上にプロテクターがかかってて、まあ、特にはいかないようになってるんですけど、それでもまあ配線っていうかそのまあ、基板の一部がですね出たりする場合もありますし、まあアンテナですね、まあちょっとアンテナ一回その折ったことがあるんですけども、中にアンテナがついて、まあちっちゃいこういうなんかね
こう、こんな金属のアンテナがいくつかこう中にこう仕組まれてるんですけど、それに当たっちゃって折れたりするとまたそれはそれで面倒かなっていうのもあります。要は中にはこう基板がありますんで、なるべくその金属製のものとか入れちゃうと基板を傷つけちゃったりしたらいけないのね。まあこういうプラスチックのですね、まあギターピックは万能ですね。で開けると、あったあった、こう一回入ってこう開けると、今ちょっとカチッと張りますね。こうこれちょっとずつこう舐めて、これもちょっと、ね、結構使い古したからなんか削れてきたのかな。そろそろ新しいの使おうかな。これこっち使おうか。こっちの薄いな、こっちの方がいいわ。こうやって全体的にこう、特にボタンがあるから気をつけてください。こっち側をこうかましておいて、かまないか、まだちょっとこれこっちやろうかな。こっちに行った方がいいかな。こっち電源ボタンがあるんで、ね、ちょっとなんかあんましこう、でも大丈夫か、別に電源ボタンは外れるから、どっちにした。こっちから行くか。せっかくこっち今入ったから、こっち側をこうちょっと広げていって、あんま無理にやるとですね、あのバックカバー、ああネジがせっかくここに入れたのに、まあ、こうやってあのペットボトルのカップなんかに入れてあげるとネジがなくなりにくくなるんですけども、今じゃこうパチンってやっちゃうと元も子もないんですけどね。よし、これ広げて、あ、いった、いった。最初このパカッと音が怖いんですよ、なんか壊れてる音みたいでね。あ、そうですね、基板が見えるな。基板というか、まあ、でこのボリュームボタンの下にはですね、このそのボリュームの押したのをこう伝えるですね、フレックスケーブルっていうのがですね入ってて、そこをあの気づけちゃうとスイッチ効かなくなっちゃったら困るんでね、優しくやってください。まあそれも替えの部品があるんですけどね、でもまああんまり余計なことはしない方がいいのでね。で一辺ここで一回このまま周りをずっと一辺ここでこれを置いといて、とあれ置けない、置いて反対側に移りますか。このままやっちゃおうかな。この周りをこうなぞっていって、これねジャンクで買ってるからこうやって手荒に扱えるんですけどね、これ新品やっぱ高いんでね、なかなか新品で自分で買ったものこんなやっぱりできないですよね。あ、外れた。このままですね、これ指紋認証ついてる玉って目なそうなんですけども、ここから中にケーブルがつながってますんで、こう外れた時に勢い余ってパキッってやっちゃうとですね、あのケーブル切れちゃいます。気をつけてください。あ、これ、これはあの前あのバラ下げ外してありますけど、これ本当はこれくっついてるんですね、こう中に何こうくっついてて、こうなんていうかな、こうこう見えるかな、こんな感じになるんで、これで引きちぎっちゃうたらもうね、これも部品高い、ね、買わなきゃなんないんで、でこれはまあこうコネクターでついてるんで、こうやって外してあげてパカッという風になります。これはちょっとあの前回やった時に外してあるんで今外れてますけど、で今ちょっとですね、この画面のタッチが効かなくて電源が落とせなかったんで、前にちょっとこれ裏外してですね、このバッテリーからのこのコネクタを外しておきました。その時にこれ1回上げたんですね。1回2回忘れましたけど、でまずテストをしましょうかね。でこれはテストするときには電源を入れる前にですね、あの繋いでからやらないといけませんので、なんかまじまじと見つめてみる、ちょっと
そうですね、まあ、まあ、何でしょうかわかんないですけど、まあ、この例えばこれ見るとですね、一応基盤は、見えてるかな、見えてねえか、どうだ、ここ、あ、こうすればいいのか、ここは基盤で一応こうプロテクターかかってるんですけども、まあ、この隙間隙間へこうね、何やかんやとあったりするんで、こういうとこ、開けるときにですね、こう、ぐいって傷ついちゃったりすると、基盤をちょっとやっちゃうとで交換効かないんで、まあ、こういったね、ここのパーツだったらこう、まあ、交換とか効くんですけども、こうやっちゃうとですね、もう交換効かないんでね、もう大変なことになります。で、まず、ここは、まずこの、このケーブルを出すために、ちょっとこのプロテクターを1個外さなきゃならないんで、ここですね、これがここにですね、こうコネクターにプロテクターが黒いのがかかってるんで、まずこれを外します。1個ここにプラスネジがあるんで、ここのプラスネジをこう、やっぱこのドライバーいいと楽だな、これスルッと開きますわ。で、黒ネジ、これが縦ネジと少し違うかな、長さが、まあ、これ色が違うんですけどね、たまにですね、同じようなネジでもちょっとたまにちょっと若干長さ違ったりするとですね、後で入れた時にやばいんで、あ、これ長さ違いますちょっとね、これ若干短いネジ、まあ、これ色違いだから、まあ、間違えることはないですけども、基本はこう分けて全部交換しましょうと。でこれが上に乗っけてあるだけっぽいので、カラッと外れますね。外れました。で、で、ポインター。そんなのねえか。ポインターないな。あ、これでやろうかな。緑のバカですね。一応これはですね、前から分解ツールですね。これはちゃんと買ったやつです。いろいろこう、これはバッテリー剥がしですね、だったりとかですね、こう隙間にこういろいろ突っ込んでやったりみたいな、いろいろ詰まっててですね、いいかなと思ってちょっと買ってみました。なるほど、緑。ポインターを、これを使う。ポインターと。これポインターとして使います。これですね、ここのところが、ディスプレイの、コネクタになりますんで、まずこれ外しますね。そしてテストします。で、鉄則はですね、電源入れてからこう繋いじゃってもあんま意味がないんで、電源入れる前にですね、もうなんかあちこちいろいろ電源入れるときに、こう立ち上がるときにこうディスプレイを認識するんで、電源入れてからコネクタをつけてもよろしくないんですね。先にコネクタをこうつけてあげて、ここはあ、いや大丈夫か、先にコネクタをこう、つけてあげて、よし、ついたついた。これで今これで、こっちのディスプレイはオフになって、こっちがオンになってますので、ここで電源を入れてあげます。今ボタンがあれ、どっちだっけ、電源って、これの、電源ボタンは下だっけな、下なの、この下の、ちなみにこれがさっきのこの電源の、ここからケーブル、ここにコネクターが、あ、見えないかな、ここにコネクターがあってですね、ここからケーブルでこう電源ボタンの、基板っていうかね、これにつながって、このボタンを、外側のこれでから押してあげて反応するってことですね。で、これ電源ボタン入れてあげます。今下だよね、
バッテリーコネクタつけてねえわ。バッテリーのコネクタはここまで外したままと。バッテリーのコネクタをつけてあげて失礼いたしました。いろいろちょっと雑で、でボタンをこうオン、あれつけてあるかな、オンにしてあげると、え、つかな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 、ああ、あれ、バッテリー切れかよなの、失礼しました、あのちょっと燃料切れです、やっぱりな、失礼しました、バッテリーなくなってました、あ、これ今こっちも入ってないんだ、これこの悲しい、ちょっと遠いな、これ長いケーブルないかな、なんだこの、もうなんだこのオチは、で、あ、着きました着きました、あれ見えない、どこだ、見えますか、今こっちの方がついてますけどあのバッテリーないですよ、中バグになってますね、どうしようかな、これ充電待つって感じ、あ、着いたからいっか、タッチ切らないとバカみたいな、これな、これで電源入れたらちょっと電気少ないかな、ちょっと待てよ、ということでこれはちょっと待ちましょうかね、途中でやるとな、手順が分かんなくなるんだよな、どうしようかな、このまま置くのは良くないな、あ、外せばいいか、とりあえずこれ一遍、またあと、まあいいや、とりあえず今これは一遍外しますね、外しておいて、で元のやつをつけてあげて置いて、つかないかとやっても、元のやつを、あ、ほらこんな感じ、あれ消えちゃった、こんな感じで見えますかね、こんな感じでこう、もう全然こう映りが変なんですね、まあちょっと予想外のちょっと限界なんで一遍中断します、こちらは、でもう一個今日やる予定だったあのギャラクシーの方に行きます、一遍切りますね、こちらね、あれ切れてないや、